男女共同参画推進課井上さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。男女共同参画推進フォーラムシェイクハンズ2018の概要を教えてください。はい、フォーラムシェイクハンズ2018は6月23日24日国領駅前の市民プラザアクロスで開催します。男女共同参画社会について考える機会や情報を発信していく目的で市民の実行委員の皆さんと共に企画しました。今年は新しく参加する市民グループの方々も増えて若い世代からシニア世代まであらゆる世代の方々に楽しんでいただけるイベントが盛りだくさんになりました。今回のフォーラムのテーマは男女や世代などあらゆる枠を超えた人間同士でつながろうという意味合いからみんなで共同参加シェイクハンズ2018にしています。フォーラム実行委員の皆さんとのつながり、イベントに参加していただく市民の皆さんとのつながりが感じられるような2日間にしていきたいと思っています。はい、それではそれぞれのイベントについて具体的に聞いていきたいと思います。まずは講演会についてお聞かせください。はい、はい、6月23日午後1時半からこれからは楽に自分らしく精神科医からの提言をテーマに香山理香さんによる講演会を行います。香山さんは豊富な臨床経験を生かして現代人の心の問題を中心に様々なメディアで活躍している方です。今の時代に自分らしく生きていくには生きづらいと言われている状況からどう脱却するかなどお話しいただきます。はい、次に映画の無料上映会を開催するとのことですが、こちらについてお聞かせください。はい、あらゆる世代に楽しんでいただくために6月23日10時30分から映画人生フルーツの無料上映会を行います。かつて建築家として日本住宅公団のエースだった坪田修一さん90歳とその奥さん木手子さん87歳の夫婦の暮らしぶりに迫ったドキュメンタリー映画です。雑木林に囲まれた一軒家で四季折々キッチンガーデンを彩るたくさんの野菜と果物が秀子さんの手で美味しいごちそうに変わる様子など本当の豊かさへの深い思索を思わせる上質な映画です。はい、香山理香さん講演会と映画人生フルーツ無料上映会では事前申し込み制とのことですが、申し込み開始日と申し込み方法についてお聞かせください。はい、講演会と無料上映会の申し込みは6月6日午前9時から開始します。申し込み方法は調布市男女共同参画推進センターまで電話またはメールにてお申し込みください。講演会上映会の他にもおすすめのイベントがあれば詳しく教えてください。はい、昨今メディアでも取り上げられている子ども食堂についても特集します。実行委員さんからの発案なのですが、調布市内で活動している4つの子ども食堂の方々のご協力をいただきましてトークライブを開催する運びとなりました。子ども食堂立ち上げのきっかけや苦労話、ボランティアの募集など興味深い話が聞ける機会です。トークライブは6月24日午前10時から開演です。こちらは当日先着70人までとなりますので、ぜひお早めにお越しください。今年も最終日には音楽や踊りのイベントがありますね。はい、今年は24日午後2時から調布市立第三中学校吹奏楽部の皆さんが素敵なアンサンブルとコーラスを聴かせてくれます。さらにスペシャルコラボステージと題して第三中学校の演奏をバックにバレエ・フラの皆さんとのコラボステージをお届けします。楽しい企画が盛りだくさんの2日間なんですね。では最後に市民の皆さんにメッセージをお願いします。できるだけ多くの市民の皆さんにフォーラムに来ていただき、このフォーラムを通じて男女共同参画を親しみやすく身近に感じてもらえたらと思います。たくさんの方のご来場をお待ちしております。男女共同参画推進課井上さんにお話を伺いました。